悪くはなってない。悪くはなってない。でも良くもなってないですね。ね、すみません。お、今はいいんだけどなという30度ぐらいだから、まだまだ口になっちゃうんだよね。で、あと、なんだっけな、いつも聞きますけど、さえずりはちゃんとあります、はい、毎日さえずります、はいはい、さっきもさえずってさえずりました。それぐらいでいてくれると思うんだよね。まあね、で、だんだんこうなってくると思う。まっすぐになる時もあるんですけどね。でもね、傾くと90度越せるから見てますもんね。そうそう、120度ぐらいいっちゃうから。そんなにいってますね。はい、大丈夫。740、39か、うん、これぐらいかな。頑張りたら。そうなのね、推定11歳ですよね。はい。はい、ごめんなさい。あ、もうこんで傾いちゃうね。刺激が与えられると傾くって感じ、ね、あ、そうかもしれないです ね。はい、ご飯はこの前回でしょ、10% ぐらいは入ってます。はい、まあ普通に食べてはいるんですけどね。そう、食べてなかったらね、さえずりがなくなっちゃいます。はいはいはい、うん、食べてはいます。ここは右の方がちっちゃくて、左の方がちょっと大きい。この無理やりさ、この子の栄養状態をさ言わせてもらうと、中肉中背のあの小桜で100とするとさ、100% するとさ、2割ぐらいは少ないね、筋肉が。そうですよ、80% ぐらい。まあよくボディコンディションスコア中長位の3にするとね、2.6 ぐらいかな。ちょっと痩せてます、うん。まあ、だからなんとかこの年齢でさ体重増えるの難しいからさ、まあ、これ以上いっていかんように。はい、はい、80で80の1分でください。80、はい、はい、ちょっと目薬入れさせてね。さあ、この間寄生虫予防の薬つけさせてもらったけど、はい、つけた後も変わったことはないですね。変わったことはないです。はい、じゃあちょっと血流良くする治療をしてます。はい、ICU につけていてください。3時54分。さあ、推定11歳じゃないですか。はい、誕生日決めませんって聞いて。いつでもいいんですけど。いつでもいいけどね。決まんないで1月1日に私しちゃうから。はいはい、いつがいいですか。4月1日で、はい、じゃあ4月1日ということで、はい、まあそれでも11年とちょうど11年ですね。はい、そのぐらいの、はい、頑張りました。でも頑張るとこうやって持ってるとだんだん傾いていっちゃうのよね。そう、ストレスかかりすぎると穴へけて、うん、ほらほら今、うん、そう、まあ、もう持たれるとストレスなんだよね。そう、それでじゃあまたお薬出します、はい、でそれまでちょっと酸素化しますのでね。で、あの B の薬はこの間プレドニゾンってステロイドなんですけど、はい、量を下げてないと、はい、今週は一緒です、はい、まあまあだったら2週間経ったらまた下げます、はい、そうやっていくと薬は出ない、出ないですか、出にくいと思います。はい、はい、じゃあちょっとお願い、あの ICU でちょっと温めて酸素化しますね。はい、じゃあバッチリでちょっとお待ちください、はい。